あんたもうすぐ定年だよね。偉そうな口調で言ってくるのは社長の息子だ。こういうのを老害って言うんだろうな。と笑うと連れていた部下まで。そうですね。と笑い出す。偉そうに何なんだ。社長の息子であっても俺の上司ではない。俺は常日頃そう思っている。この時はまだあんなことが起こるなんて思ってもみなかった。俺の名前は翔平。59歳で不動産屋の営業をしている。俺の父も不動産屋で働いていた。ここは自分が売った家だよなんて教えてくれる父が、幼心にかっこよく思えて、俺も同じ道を進んだ。営業のいろはは父に教わったと言っても過言ではない。俺は不動産屋に就職して営業をしているが、俺の二つ年上の兄は自分で不動産屋を経営している。どうして兄のところで働かないのか、とよく聞かれるのだが、俺たち兄弟はそれぞれ別の不動産屋に入社し、その後に兄が独立しているのだ。兄には兄のやり方があるし、人材に困っているわけでもないようなので、俺がわざわざ転職する必要がないというだけだ。兄とは昔から仲がいいし、同じ業界の人間として尊敬もしている。俺には社長業ができるとは思わないが、営業に関してなら兄にも負けない自信がある。平均して月5000万を売り上げている俺は、いつも営業トップだ。昔から付き合いのある地主のお客様もいるし、新規のお客様にも信用してもらえている。最近ではリノベーションの依頼も受けたまわっていて、その売り上げも大きい。マンション管理を任されているオーナーが、一棟丸ごとリノベーションするということも増えていて、大きな売り上げにつながっている。定年まであと1年。俺は精一杯お客様に尽くそうと思っていた。しかし最近、社長の息子が従業員にとんでもないことを吹き込んでいるのだ。社長の息子の結城は40歳。今までは他の業界にいたそうだが、社長が引退を見越してか、少し前に結城を入社させた。結城は次期社長だと豪語し、俺についてくれば安泰だ、と、若い社員を中心に取り巻きにしている。社長は、他にも会社を持っていて、忙しくしているので、あまり事務所に来ることはない。社長がどう思っているのかは知らないが、結城は、社長から任されているとよく言っている。最近では、俺の部下までもが結城についている。俺が部下に指摘をすると、でも結城さんはこっちだって言ってましたよ。と口答えするほどだ。君の上司は誰なのかと何度か注意したのだが、部下は、だって結城さん次期社長ですよ。今から取り入ってる方がいいじゃないですか。と言った。わからないでもないが、それをそのまま上司に言ったらダメだろ。部下は20代だし、そういう感覚が違うのかもしれない。最初は部下のためにと思って指導していたが、必ず反論してくるので嫌気がさして、今ではほとんど放任している。重要なところは俺が責任を持っているから仕事に影響はない。しかし、放任していたら部下は調子に乗ったのか、結城と一緒になって俺のことを見下してくるようになった。結城が俺のことを指さし、ああいうのを老害って言うんだよと言うと、部下も笑ってうなずく。そんなことがよくあるのだ。この頃から同じ業界なら兄の不動産への転職もありかなと思い始めていた。ある時、俺は珍しく営業成績を落とした。これには事情があり、昔から付き合いのある地主が新しくマンションを建てたいと言っていたので、その相談に乗っていたら営業に割く時間が減ったのだ。売り上げは落としたが成績トップは変わらない。
それに、マンションを建てる計画は順調にいっているので、その管理も任せてもらえるし、長い目で見れば、会社にとっても好都合だ。それなのに、勇気が部下を従えて、俺のところにやってきた。先月の成績がボーナスに影響するって知ってるよな。何を勘違いしているのか。大きな態度で俺に話しかけてくる勇気。知ってますよ。と俺が答えると、勇気は腕を組みながら言った。それでいつもより成績落とすとか、ありえないでしょ。定年間近で気を抜いてんじゃないの？俺は誕生日を迎えたばかり。定年まではまだ一年近くあるのに。どうしてこんな風に言われないといけないのか。営業スタイルは古臭いし、部下にもろくな指導しないし、あんたみたいなのを老害って言うんだよな。と、勇気は俺を見下しながら言ってきた。頭に来たが、この後商談の予定があるので、俺はなんとか聞き流そうとする。しかし、勇気はそれを許さなかった。時代にそぐわないあんたみたいな老害は、早くやめてほしいんだよな。そう言って、部下と一緒に笑いながら、成績を落とすような、定年間近の老害は、ボーナスカットな。という。そこまでするか。勇気にとっては、俺は目障りな存在だろうが、さすがにボーナスをカットするような権限はないはずだ。しかし勇気は、社長から任されてるんで、と、お決まりのセリフを吐く。ボーナスカットの次は給料カット、その次は給料カットどころかゼロになるかもしれませんよ。と、部下も勇気の隣で言ってくる。俺は部下にまで馬鹿にされるようになったのか。とため息をついていると、部下が笑いながら言った。ああ、この意味わかります?その表情は勇気にそっくりだ。老害はやめろとでも言いたいのか?俺がそう言うと、正解!と、勇気と部下が笑っている。もういいや。俺はここで働くことを一瞬で諦めた。これ以上ここにいても意味がない。俺が、じゃあ、やめますね。と言うと、勇気は満足そうに笑った。俺は頭に来て、すぐに退職届を出す。一緒に働いてきた仲間は引き止めてくれたが、社長は何を思っているのか引き止めもしない。せめて社長は、俺の実績を分かってくれていると思ったが、がっかりしたというのが本音だ。とはいえ、これで心置きなく辞められる。実は兄の不動産屋で退職した営業がいると聞いたので、兄の不動産屋で働かせてもらうことになった。俺が担当していたお客様には退職することを伝え、兄の不動産屋に行くことも話した。すると、お客様から兄の不動産屋への問い合わせが来る。俺の仕事は勇気と部下が引き継いでいるようだが、勉強不足で話が通じないし、誠実さがないという。不動産屋には自分たちの利益ばかり求めて、お客様に嘘をついたり、お客様に損になる契約を進めたり、そんな人もいるのだ。不動産業界に限ったことではないかもしれないが、お客様への誠実さは大切だと思っている。俺は不誠実な契約をして、大クレームになっている現場を目の当たりにしてきた。父からも、誠実さを忘れるなと言われてきたので、それだけは守っていこうと決めているのだ。兄の不動産屋に来てから1ヶ月。兄から業界の懇親会があることを聞く。主催は大手企業だが、兄の会社はその手伝いをすることになっているらしい。近隣の不動産屋はすべて招待をするそうだが、兄は俺を心配して
前にいた会社には出さなくてもいいと言った。しかし俺は、仕事は仕事だから、と招待状を出したのだ。そして懇親会当日、招待した通り、勇気と部下がやってきた。勇気さん、こんないいホテルで懇親会なんてあるんですね。俺初めてですよ。と、ウキウキした顔で部下が勇気に話しかけている。勇気も高い酒を手に取り、満足そうに飲んでいた。そこへ、俺が声をかけると、勇気は目を丸くし、なんであんたが、と驚いている。部下は半笑いで、どっかの不動産屋に転職したんですか？よく顔見せられますね。と言った。勇気は少し焦った様子で、こんな老害が、うちよりいい給料で働けるはずないよな。媚び売って戻ろうって魂胆か？と言う。勇気には後ろめたさが見え隠れしている。俺は笑った。いいえ、その逆です。給料で言うと、今までの倍以上ですね。と言って名刺を渡す。それを受け取った勇気は青ざめた。ここって、最近業績を伸ばしている？部下も名刺を見て首をかしげた。でも、ここ小さい不動産屋ですよね。業績伸ばすって言ったって、たかが知れてるじゃないですか。俺は勇気に向かって口を開く。御社の業績、先月から随分落としてるみたいですね。すると、勇気は唇を噛み。まあ、いろいろあってな。ちょっと失礼するよ。と、部下を連れて、俺の前から逃げるように去った。勇気と部下を目で追うと、橋の方でおとなしくしている。俺と会ったのが気まずかったのだろう。しかし懇親会が進むうちに、勇気も部下も酒を飲み始めたようだ。いつの間にか二人は酒を飲んでバカ笑いをしている。業界の懇親会だというのに、特に他の企業に挨拶をしている様子もない。ただの飲み会だとでも思っているのだろう。業績が落ちているのにもっとやることはないのだろうか。俺なら積極的にお酌をして回り、少しでも仕事につながる情報を得る。勇気にはそういう気持ちはないのだろうか。それを見た兄が俺を連れて勇気のところへ向かった。はじめまして。と兄が勇気に名刺を渡す。おっさんの雇い主かよ。勇気がボソッと言うと兄が、翔平の兄です。と自己紹介をした。何か用ですか？部下が面倒そうに兄に向かって言う。兄はにっこりと笑った。弟がお世話になっていたのでご挨拶ですよ。勇気は酒を飲みながら言った。ああ、この人は？売上を落としたからボーナスカットって言ったらやめちゃったんですよね。勇気はすでに泥酔状態でとんでもない発言をし、兄の笑顔が歪む。兄は勇気に質問をした。そうですか。でも、この間の御社の業績、過去最悪ですよね。あなたは弟を辞めさせたことを後悔しているんですか？すると勇気は笑う。はは、ないない。だって、お客様のためだとか言って、どうでもいいことずっと調べてるし、時間の無駄でしょ。適当なこと言って客を納得させればいいだけなのに、ほんとバカだよな。部下も隣でうなずいた。兄はため息をつく。俺は勇気に、ちょっと飲みすぎじゃないですか？と言った。俺が見ていた限り、勇気はずっと酒を飲んでいる。ろれつも回らなくなってきているし、さすがに止めた方が良さそうだ。
結城は誰と話しているのかもわからなくなっているのか。飲まなきゃやってらんないよ。と言った。おそらく部下が話しかけていると勘違いしているのだろう。結城は愚痴を言い始めた。あのおっさんにできるなら、俺にもできると思ったんだよ。だって、俺は次期社長で、前の会社じゃ仕事もできるって言われてたんだ。あのおっさんがいなくなれば、俺がそのままお客たちを全部自分のものにできるはずだった。あのおっさんというのは俺のことのようだ。ちょっと結城さん!と部下が結城の肩を叩くが、結城はその手を振り払う。それなのにお客たちは、あのおっさんだから契約してたって言うんだ。俺じゃダメなんだと。知識がないから信用できないとか、あの人はここまでしてくれたとか、何を言っても比較されるんだよ。もうやってらんないね。結城は喋り続けている。父さんなんてお前に任せるとか言ってたくせに、売り上げが下がったのを俺のせいにしてきたんだ。お前があいつをクビにしたからだとか言ってさ、クビにするって言った時は反対もしなかったのに。部下は結城が止まらずに全て話してしまうので、あちゃーと言った顔している。すると、結城は部下の腕を取り、いいか?それでも次期社長は俺なんだ。父さんにも認めさせてやる。だから経営戦略を考えた。お客にかける時間は最小限にして回転率を上げる。どんな契約でもいい。契約させちまえばこっちのもんなんだから。と言った。ろれつが回っていなくてわかりにくいが、大体そのようなことを言っている。俺と兄は再びため息をついた。俺は結城に、それじゃあクレームが増えるだけですよ。売上が上がるのは一瞬だけ。経営者ならもっと長い目で見て考えないと。と忠告する。結城は俺を見て。あれ、あんたなんでここにいるんだっけ?と言った。もう話せる状態じゃない。すると、部下が俺に向かって言ってきた。こんなに泥酔させてどうするんですか?まるで、俺が飲ませたような言い方だ。あんたに会って飲まされたって言っときますよ!と部下が言う。俺は、一緒にいたのは君だろ?と言ったのだが、部下は、自分が責任を負うのは嫌なのだろう。あんたはもう関係ないんだし、何言われても大丈夫でしょ。と言ってきた。俺は呆れて口を開く。君は何も変わらないんだな。そう言うと部下が眉間にシワを寄せた。君は知らないかもしれないが、私がいる間は、裏で君のフォローをしていたよ。個人的にはやりたくなかったが、上司なんでね。部下のフォローは仕事のうちだろう。君の売り上げはどうなったんだ?俺がそう聞くと部下はだるそうに言う。やめたあんたに関係ないだろ。俺はうなずいた。それもそうだ。私の予想では、よくて今までの半分以下、もしかしたら十分の一くらいまで減っているかもしれない。部下は明らかに動揺する。結城は唇を噛んだ。おそらく後者に近い数字なのだろう。十分の一ということは、ほとんど売り上げはないということだ。君は自分の力で売り上げを上げていたと思っていたようだが、今までは私がフォローしていたんだよ。でも、それがなくなればそんなものだろう。そう言うと、寝ているのかと思っていた結城が、いきなり、そうだよ!こいつが使えないからだ!と、部下の首根っこを掴んだ。
突然の裏切りに部下は困惑しているようだ。俺は冷静に言った。でしょうね。でも、その使えない部下をどうにかするのも上司の仕事のうちですよ。すると勇気は部下を話し、見てろよ。来月はあんたの売り上げを抜いてやる。という。一応俺と話しているのは分かっているようだ。5000万の売り上げを抜けるというならやってみればいいんじゃないですか。そう言うと、勇気はその場で座り込んで動かなかった。どうやら寝てしまったようだ。俺は兄と顔を見合わせてため息をついた。数日後、事務所を出て営業に向かうと、勇気が歩いているところに遭遇した。俺を見つけた勇気が駆け寄ってくる。あんたのせいでクレームだらけだ。あの人はこうしてくれた。あの人はここまで調べてくれた。そんな客ばっかりだよ。先月契約した客からもクレームが入るし、もう散々だ。売り上げも下がって倒産寸前だよ。俺はそれを聞いて笑った。誠実な対応ばかりしているからでしょう。あなた営業としても経営者としても実力ゼロですね。そう言うと、以前よりやつれた顔の勇気は、うるさいと怒鳴り去っていった。元同僚の話によると、俺が辞めた後、勇気は一般社員や取り巻きたちにまで売り上げが上がらない八つ当たりをしたそうで、勇気の横暴な態度にどんどん退職者が増えたという。新人を雇ったらしいが指導もできず、クレームばかりが増えているらしい。勇気や部下は連日お客様から怒鳴られているそうだ。潰れるのも時間の問題だろう。俺は以前から付き合いのある地主のお客様のマンションの計画がスタートし、建築の仲介や管理を任されることになった。立地もいいし、満室にする自信はある。この先にも利益をもたらしてくれそうだ。翔平君に頼んで本当に良かったよ、とお客様にも言っていただいた。これからもお客様に対して誠実に向き合っていこうと思う。君が異動してきた中卒か。俺は配属が変わり、新しく上司となった部長に挨拶をすると、そんな言葉を浴びせられた。どうして君みたいな中卒がここに来たのかわからんが、しっかり働くように。頭には来たが、はい、と短く言って自分のデスクに戻る。俺の名前は相田勇気、35歳の会社員だ。妻と1歳の娘の3人暮らしで、俺は娘が可愛くて仕方がない。妻と出会ってから俺は幸せを感じているが、子供の頃はそれなりに苦労をしている。というのも、俺は中学生の時に両親が事故で他界した。父方の祖父母は俺が生まれる前に亡くなっているし、母方は祖母の体が弱く入退院を繰り返していて、祖父が面倒を見ているので、俺を引き取る余裕なんてない。一時は親戚をたらい回しにされたが、中学3年の頃に母の弟であるおじから連絡があった。海外で仕事をしているおじが一時帰国するという。おじが海外に行く前は頻繁に会っていて、父とも仲が良かったし、俺にも良くしてくれていた。そんなおじが俺を引き取る準備ができたからと、遅くなってごめん、俺のところで生活すればいいよと言ってくれた。親戚の家で肩身の狭い思いをしていた俺はすぐにうなずく。しかし、俺を引き取ってくれていた親戚は、それを良しとしなかった。親戚のところには、俺の両親の保険金や遺産が預けられていたらしい。俺がいなくなると、そのお金が使えなくなるから困るというわけだ。そこから親戚とおじの間で揉め、おじは、じゃあ、勇気のことを厄介者扱いしないでください。服装や持ち物も、勇気の欲しいものを与えてやってください。世間体やお金のために勇気を利用するな。と言ったところ、ようやく親戚は諦めたという。結局俺は、中学卒業と同時に、おじのところに行った。そんな過去があったが、
人に話して面白いものでもないので、俺の生い立ちを知る人はあまりいない。俺は2年前に今の会社に来た。知り合いに声をかけてもらって転職したのだ。その後、娘も生まれた。仕事もうまくいっていたし、苦労してきた分、報われたと思う。しかし、数ヶ月前に部長が変わった。それから部署の雰囲気は悪くなる。部長は名門大学を卒業しているらしく、エリートだ。この中でまともな学歴はほとんどいないな。と、部署内を見回していったことは記憶に新しい。しかも、どこで聞いたのか、俺に向かって。お前、中卒らしいな。そんな学歴で今までどうやって生きてきたんだよ。せいぜい俺の出世の足を引っ張るなよ。と言ってきた。そう言われても、俺は真っ当に生きてきたし、部長に俺の人生をとやかく言われる筋合いはない。反論するのも馬鹿らしくて、俺は、はい、と返事をする。それ以来、部長は断るごとに、俺を中卒だと見下してくるのだ。部長があまりに俺を中卒だと連呼するので、部長の取り巻き連中も俺を見下すようになった。そんな様子を見て、同僚の上川がこそこそと声をかけてきた。おい、いいのかよ。お前の学歴って。俺は上川の言葉を遮る。はあ、いいんだよ。何言っても無駄だろ。そう言うと上川は腑に落ちない顔をした。実は理由があって、俺の最終学歴は口止めしてある。仲のいい同僚や人事部、社長など知っている人はいるが、今のところそれ以外には広まっていない。この会社では高学歴で出世している人もたくさんいる。まあ、そんなのはどこの会社もそうだろう。世間的には名門大卒だとエリートだ。部長もその一人で出世コースのようだ。そのことに異論はないが、だからといって人の学歴を見下してくるのはどうなのか。部長に言い返してやりたい気持ちはあるが、それなら俺は仕事で見返したいと思った。ちょうど大きな案件を抱えているし、これを成功させれば部長だって少しは俺のことを認めるだろう。そういう仕事をしていけば、いつか部長も分かってくれる。俺はそう思い、一層仕事に力を入れた。それから半月後、部長が、明日社長と役員が視察に来ることになった。面倒だがしょうがない。お前らちゃんと仕事しろよ。という。視察の詳しい目的はわからないが、今までにも役員が突然視察にやってきたことは何度かある。部長はこの視察を面倒な行事だと捉えているようだ。ああ、面倒だな、視察だなんて。何しに来るんだよ。部長は一日中ぐちぐち言っている。周りの社員の中には、まあまあそう言わずにと部長の肩を持つエリート組もいるが、大半は部長を白い目で見ていた。すると、俺を見て部長が突然。ああ、そうだ。面白いことを思いついた。と言い、それからニヤニヤと上機嫌になった。何を企んでいるのだろうか。翌日、出社すると、すぐに社長と役員が来て、部署内の空気は張り詰める。朝礼の時間になり、部長が挨拶を始めると、うちには面白い人材がいるんです。と、いきなり話し始めた。社長は、おう、と言って、部長の話に前のめりだ。部長が何を言うのかと思ったら、このご時世に中卒の社員がいてですね。まあ、学歴なんて関係なく優秀だからここにいるんですよね。と、俺の方を見てニヤニヤしだす。俺のことを言っているのか。
部長が俺のことを優秀だと言うなんて、裏があるのだろう。社長と役員は、部長の行動を監視するように見ていた。そして、俺に前に来るよう指示して。彼、相田くんと言うんですけど、中卒なんですよ。私なら恥ずかしくって言えませんが、彼は中卒だと知られても、堂々としている。それから、彼の特技は英語なんです。と言い出した。俺は、昨日の部長のニヤニヤとした顔を思い出し、こういうことだったのかと理解する。きっとこの後、英語で話をしろとか言ってくるのだろう。俺は、部長に英語が得意だなんて言ったことはない。多分、部長は中卒だし、俺は英語ができないと思っているはずだ。そこで、英語のできない俺を晒し上げて、笑い者にする気なのだ。俺の予想通り、部長はニヤニヤと笑いながら、さ、視察にいらっしゃった社長と役員方にご挨拶しなさい。もちろん、君の得意な英語でだ。という。散々中卒だと馬鹿にしてきて、まだこんな落とし入れるような真似をするのか。そう思うと、今まで流してきた怒りが爆発した。社長に直接話せる機会なんてほとんどない。むしろ、いい機会だ。俺は、部長に向かって、部長って、英語できるんでしたっけ?と言うと、部長は、当然だ。私を誰だと思っているんだ。名門大卒なのだから、英語くらいできて当然だよ。と、にやりとする。適当な英語ではごまかせないぞ、と念を押された気がした。そもそも部長は、俺には英語なんて話せないと思っているのだろう。わかりました。俺がそう言うと、社長や役員の視線が俺に集まる。俺は、一歩前に出て話し始めた。その瞬間、部長は目を見開いて、信じられないという顔で俺を見る。役員はうなずきながら社長に耳打ちをし、社長の顔はだんだん厳しくなった。何を言っているんだ?と、部長は俺を止めにかかったが、俺は止まらない。そして、俺は英語で部長の悪態をペラペラと話し、今までの行いを暴いたのだ。他の社員は、と言いながら、隣の社員と耳打ちをしたり、俺をじっと見たり、反応は様々だ。部長は俺の言っていることを少しは理解しているらしく、少なくとも部長を褒めているわけではないと悟り、慌てている。社長に耳打ちをしている役員は、俺が話している内容を社長に通訳しているのだろう。すべて話し終わると、俺は一礼をする。次に口を開いたのは社長だった。今の話、本当かね?部長に向かってそう言うが、部長は俺の話をすべて理解していないので、いえ、しどろもどろだ。俺は部長に向かって、僕の挨拶、どうでしたか?部長はすべて理解していただいたんですよね?という、部長は俺を睨みつけた。お前、英語ができたのか?俺は笑って言った。アメリカで生活していましたからね。僕はアメリカの大学を出ていますし、妻もアメリカ人です。会社ではほとんど使っていませんが、アメリカ人の友人も多いので、英語はよく使うんですよ。社員の間で、どよめきが起こる。驚いて声を出せずにいる部長に、俺はもう一押し。僕がこの会社に転職してきたのは、そちらにいらっしゃる、真鍋さんに誘われたからなんですよ。そう言って、役員である真鍋さんに視線を移す。先ほど社長に通訳をしていたのはこの真鍋さんだ。部長は、え
と声を上げた。真鍋さんはうなずいて。私の妻もアメリカ人でね。妻と相田くんの奥様がアメリカ人のコミュニティクラブで知り合って、そこからずーっと仲がいいんだ。妻から相田くんの話を聞いたとき、我が社で力を発揮してくれると思ってアプローチしたんだよ。と笑う。そこで社長が、彼が真鍋くん一押しの社員だったか。アメリカの名門大学を出ているんだろ。ここにいる誰よりもエリートだな。と豪快に笑った。部長はうろたえて、え？あ、アメリカの名門大学？どういうことだ？だってお前は中卒じゃ。という。自分の生い立ちを話すのはあまり好きではないが、俺は手短に。幼い頃、両親が事故で他界しまして、中学までは親戚のところで面倒を見てもらっていましたが、諸事情でアメリカで仕事をしていた叔父に引き取られたんです。だから向こうで勉強して大学を卒業しました。その頃、叔父が帰国することになったので、俺も一緒に日本に帰国しました。と話す。そこで、真鍋さんが笑って言った。それで当時友人だった奥さんが、相田くんを追いかけて来日したんだろう。羨ましいな。その言葉で、社内は一瞬、和やかな空気に包まれる。しかし、部長だけは、俺を睨みつけていた。社長は、部長に向き直り、それで、今の話は本当なのか？という。何のことで？と、うろたえる部長。そこで、真鍋さんが口を挟んだ。今、相田くんが話した内容は理解しているよな。厳しい口調に部長は青ざめる。俺はそこで。部長は名門大卒で英語ができるのは当然なんですよね。部長はすべて理解していると思いますが、僕が今話したのは、部長はよく俺のことを中卒だと馬鹿にしてきたこと。他の社員のことも見下したり、馬鹿にしたりしていること。それと、昨日はこの視察を面倒だと周りにぐちぐち言っていたという内容です。という。すると、他の社員も、うんうんとうなずいた。俺は続ける。僕の日本での学歴は中卒ですから、わざわざ訂正しようとは思いませんでした。それに、学歴だけで優劣をつける人は嫌いなので、アメリカの大学を卒業しているというのも伝えなかっただけです。部長は口ごもっている。社長は、そうか、と言ってうなずいた。俺は社長と目が合ったので思い切って口を開く。僕は学歴よりも仕事ぶりで評価してほしいです。だからきちんと仕事をして成果を出せば部長も認めてくれると思っています。今はまだ部長から見下されていますが、僕は必ず仕事で見返したいと思います。これは俺の決意だ。次の瞬間、拍手が湧き起こる。真鍋さんは、さすが、俺が見込んだだけのことはあるな。と、にやりと笑った。そして、真鍋さんが部長に向かって、君は学歴でしか判断できないらしいが、そんな人間に部長なんて務まるのか？社内で君の悪い噂が聞こえてきているので、今日はそれも含めた視察なんだ。という、部長の顔はどんどん青ざめる。真鍋さんはそれを無視して、では、仕事を始めてください。と言った。部長は目に見えてイライラしている。社長の目もあるので、表立って何かを言ってくることはないが、俺のデスクの後ろを通るときに、わざと俺にぶつかってくるし、小声で嫌味を言ってくる。やることが小学生以下だ。お前、余計なことをしてくれたな。そう後ろから囁かれたので、思わず振り返り。僕が英語を話せるわけがないと思って、わざわざ英語で挨拶しろなんて言ってきたんですよね。自分のことを棚にあげて、何なんですか？
部下に恥をかかせて、それが自分の恥になると思わないんですか？と言ってしまった。社長の視線がこちらに向いたので、部長は慌ててその場を去っていく。その瞬間、俺宛ての着信があると言われ電話に出た。はい、ありがとうございます。俺は先方の言葉に勢いよく返事をする。そして電話を切り、喜びをあらわにした。相田くん、もしかして？隣の席の上川に声をかけられたので、俺は勢いよくうなずいた。受け持っていた大きな案件が無事に決まったのだ。すぐに部長に報告しようとすると、部長の姿がない。キョロキョロしていると、真鍋さんに声をかけられたので、俺は案件が決まったことを報告する。すごいじゃないか、快挙だよ。真鍋さんも喜んでくれて、すぐに社長まで話が行った。すると、真鍋さんが社長に、あの案件、彼を中心に任せてみてはいかがでしょう。という。俺は何のことかわからず首をかしげたが、社長は、ああ、そうだな。と言って、うなずいた。部長は、タバコでも吸いに行っていたのだろう。俺が社長と話しているところに部長が戻ってきたので、俺は部長に案件が成功したという報告をした。ああ、よくやった。と、口では言っているものの、部長は青筋を立てている。社長はそれに気づいていないようで、相田くんに任せたい仕事がある。と言い出した。とある外資系企業とのプロジェクトで、もちろん英語が必須になるし、適任者がいなくて悩んでいたという。そこで、俺に白羽の矢が立ったそうだ。真鍋さんが、本来なら部長に任せようと考えていましたが、ここ数時間見させてもらっただけでも、部長は適任とは思えなかったので、取りやめました。という。部長は悔しそうに唇を噛んだ。俺は、はい、ぜひやらせてください！と返事をし、部長に向かって、部長の出世の足を引っ張らないように頑張ります！と言った。すると、周りから笑いが起こる。俺は社長と真鍋さんに向かって、いつも僕は中卒だからと、部長に出世の足を引っ張るなと言われていたもので、という。部長は俺を睨みつけるが、言い返すことはできないようだ。その後、社長らが視察を終えて帰ると、俺は部長に呼び出される。嫌な予感しかしなかったので、俺は隣の席の上川に部長から呼び出されたことを話し、指定された会議室に向かった。案の定部長は俺に向かって、ふざけるな！お前のせいで俺は、面目丸つぶれだ！今からでも遅くない！あの真鍋とかいう役員に連絡して、俺の功績を伝えろ！と言ってくる。功績って何ですか？名門大卒の部下しか可愛がらないということですか？学歴で部下にランク付けをしていることですか？それとも、自分の仕事を部下に押し付けて、いい評価だけ自分のものにしていることですか？俺は心底頭に来ていたので、言いたいことを言ってやった。部長は、うるさい！アメリカの名門大卒なんて証拠もないのに、どうとでも言えるだろう！アメリカの女はお前みたいな中卒が好みなのか？どうせお前の嫁なんてろくでもない奴なんだろう！と言ってきた。俺は手を出しそうになる衝動を抑えて口を開く。妻は素晴らしい人だ。部長に何がわかるんですか？会ったこともない人に対してよくそんなことが言えますね。部長こそ名門大卒なんて信じられません。確かに学力はあったのかもしれませんけど、それ以外の人間性、社交性、一般常識、どれをとっても小学生以下じゃないですか。そこまで言うと、部長は俺につかみかかってきた。その時、会議室のドアが開く。そこまでですよ！部長の暴言は全て録画させてもらいました！明らかにパワハラですよね！スマホを構えながら入ってきたのは上川だ。部長は俺を突き放し、
お前ら、覚えとけよ!と吐き捨てて出て行った。その後、俺は真鍋さんに相談し、上川の抑えてくれた部長のパワハラの証拠を渡した。部長は降格。しかも降格した途端、今まで部長についていたエリート社員たちは手のひらを返した。降格した人に興味なんてありませんと言われている現場を見てしまい、俺は思わず笑いをこらえた。元部長は今まで見下していた平社員に降格すると周りからの視線に耐えられなかったようで、いつの間にか退職したそうだ。俺は新しいプロジェクトを任されて充実している。妻も喜んでくれているし、妻と娘の笑顔にいつも癒されている。真鍋さんと上川にも感謝だ。これ、いつまでにできるの?社長にそう言われて、俺は明日にはできると答えた。すると社長は、遅い、今日中に頼むよ。と言って去っていった。俺の名前はケンスケ。40歳の会社員でプログラマーをしている。幼い頃から人付き合いが苦手な俺は、パソコンでインターネットをするのが趣味だった。顔も知らない人たちとなら本音で話せる。俺はそんな人間だ。大学を卒業して就職した会社で言われたことは、君は優秀そうだけど、協調性がなさそうなんだよな、という言葉だ。まさにその通り。人と話すことも、人に合わせることも苦手で、一人でいることがほとんどだ。社会人としてそれではダメだと思っているが、性格はなかなか直せない。俺は就職を機に性格を直そうと頑張ることにした。しかし、俺は変わらず人付き合いが苦手で、どんどん輪から外れていく。そんな時、俺の面倒をよく見てくれていた先輩が、もう少し小さくてアットホームな会社へ転職した方がいいんじゃないか、と言ってくれた。それが25歳の頃だ。俺は先輩の勧めで転職活動を始める。その頃の俺は、家に帰ればオンラインゲームをやる毎日だった。ゲームをしている時もあれば、ゲーム仲間とチャットをしている時もある。やっぱり俺は、顔の見えない空間だとコミュニケーションもうまく取れるのだ。その頃はいつも決まったメンバーとオンラインゲームで話していて、仕事や家庭などプライベートの話もするようになっていた。俺は人付き合いが苦手なことや仕事内容、おおよその年齢や通勤エリアなどを話していた。似た職種や年代、地域の人ばかりだったので、わかるわかる、都会の通勤は大変だな、と返答が来ると少し嬉しくなる。その中に最近転職してうまくいっているというメンバーがいて、俺は転職への背中を押されることになった。そしてようやく転職先が決まる。先輩の勧め通り小さな会社だ。面接も社長がやってくれて、この社長の下でなら働けそうだと俺は思った。転職した当初は残業もなく、周りの従業員は年上の人ばかりで、それなりにコミュニケーションは取れていた。手取りも上がったし、転職してよかったと思う。それに、環境が変わったせいか、俺は少しずつ周りとコミュニケーションを取れるようになってきた。人付き合いが苦手だけど、話したくないわけじゃない。ということを最初の挨拶で言っていたので、みんなが話しかけてくれるようになった。この会社に来て、俺は少しだけ変わった気がする。俺よりも年上の人しかいないので、デジタルには弱い人が多かった。俺は自分の業務外のことでも、パソコンやスマホの使い方を教えたり、システムエラーが出れば飛んでいって直したり、持ちつ持たれつの関係を築いていた。しかし、今から5年ほど前、社長が代替わりしたのだ。そろそろゆっくりしたいという社長は、自分の息子に会社を譲った。新しい社長は、俺より少し年上の40代。最初は前の社長の仕事を引き継ぎ、俺たちも変わることなく仕事をしていたが、だんだんと横暴な態度に変わっていく。同僚の間では、前社長に行った方が良くないか、という声も上がったが、息子の性格は知っていたはずだ。こんな息子に任せたんだから、どうせ言っても無駄。下手したら、俺たちはより一層仕事がやりづらくなる。と意見が一致して、
前社長に言うこともなかった。そんなある日、営業が持ってきた仕事が当たったのだ。大口の取引になり、俺たちは今までよりも業務が増えた。社長、人を増やせませんか？と従業員が言うと、社長は一別して、人件費の無駄、なんとかして。という。俺は新しくプログラムを組まないといけなくて、時間に追われていたが、こっちも追加で。と、社長が仕事を持ってくる。プログラマーは俺しかいないので、立て続けに仕事を入れられるとかなり厳しい。しかし、社長はお構いなしに仕事を振ってくる。しかも残業代が出ないのだ。社長が夕方に仕事を持ってきて、明日までと言われれば残業をしないと間に合わない。それを言ったこともあるが、仕事もしないで口ばっかり達者だな。パソコンなんて今や常識。誰でもできるだろ。それなのにお前のことはわざわざプログラマーとして雇ってやってるんだ。自分の仕事くらいさっさとやれ。と切り捨てられた。せめて残業代を出すようにお願いしたことがあるが。人件費の無駄だろ。残業代を出したら無駄に残業する奴が増える。という。なんとか月給を少し上げてもらうことはできたが、正直言って残業代には追いつかない。それでも、俺が再度転職をしなかったのには理由がある。実は、この会社に転職してしばらくして、俺はオンラインゲームのオフ会に参加した。オフ会というのは、インターネット上で知り合った人たちが、実際に顔を合わせて会うことだ。顔も知らない人と会うことに勇気は言ったが、転職してから苦手だった人付き合いも少しだけ克服できたし、勇気を出して参加をした。一番よく話す男性は用事があって来られなかったのだが、俺はそこで知り合った女性と気が合って、住んでいる場所も近かったので、二人でも会うようになり、なんと結婚をしたのだ。今は一歳の娘がいる。だから転職先を探す期間なんて作れないのだ。それに、最近オンラインゲームの輪に入ってきた20代だという子が、昔の俺のように人付き合いが苦手だと言っている。その子はプログラマーを目指しているらしく、俺の経歴を話して以来、俺を目標にしていると言ってくれた。目標だなんて言われて、格好悪いことはできない。今の会社は社長以外の従業員はいい人ばかりだから、これ以上の職場があるのだろうかという思いもある。だから、俺は転職という気が進まなかった。そして、今の会社に転職してから、気がつけば15年が経っていた。社長も代替わりして年数が経ち、どんどん横暴になっていく。営業にも無茶ぶりをして、エースだった営業は社長を怒鳴り、辞めてしまった。それを皮切りに、優秀な人から辞めていくようになる。人を補うために求人を出したのだが、面接は社長が行い、社長の趣味であろう若い女性社員が何人か増えた。それで仕事をしてくれればよかったのだが、仕事を教えてもやる気がなく、ただ座っていれば給料がもらえるとでも思っているようだ。その中にパソコンに詳しいという女性がいたので、社長は俺に指導するように言ってきた。これで俺の仕事が少しでも触れるようになれば楽になるだろう、と思ったのに、なんとその女性はパソコンは全く使えない。話を聞いてみると、スマホを使って SNS や写真の加工をよくしているというだけで、パソコンはほとんど触ったこともないという。今時の子はパソコンを使えて当たり前だと思っていたが、スマホやタブレットを使うからパソコンなんて使わないと聞いて驚いた。社長はスマホをよく使っているという話を聞き、勝手にパソコンも詳しいと自分の中で変換したようだった。これじゃ何の戦力にもならない。社長に抗議する気も起きなくて、ごくごく簡単なパソコンでの作業から教えたが、将来性は全く見込めなかった。さすがに俺も疲れてしまったが、家に帰れば家族がいるので、なんとか頑張ろうと思っている。ある日、
妻が娘と一緒に実家に遊びに行ってくるというので送り出した。数日泊まりに行くというので、夜になりやることがなかった俺は久しぶりにオンラインゲームを始める。昔やっていたゲームではないが、昔のメンバーがほとんど揃っているので、俺は仕事の愚痴を聞いてもらった。すると、以前から仲のいい人が、会社を立ち上げてプログラマーが欲しいという。でも、彼の素性は知らない。以前の不快にも来られなかった人なので、顔は知らないし、本名すら知らない。住んでいる場所はそう遠くないようだし、ネット上での付き合いは長いから信用はできると思うけど、すぐに話を鵜呑みにできるほどではなかった。俺は話半分に聞きながらも、そういう会社だったら楽しいかも、と心の片隅で思っていた。その後、また一人従業員が辞めてしまう。そして若い女性が入社してきた。今度はパソコンができる女性だと社長は言っていたが、彼女はパソコンでインターネットとメールができる程度だ。俺がそれを見てため息をついていると、社長に呼び出される。これとこれ、今週末までに、よろしく。こんな量、一人じゃ無理ですよ。俺は資料に目を通して素直な感想を言ったが、社長はため息をついた。若い社員が入ってきてるんだ。仕事を振り分ければできるだろ。しかし、彼女たちはパソコンで業務ができるほどでは。俺が反論すると、社長は呆れた顔になる。じゃあお前が残業しろ。もちろん残業代は出ないがな。俺は、その言葉に頭にきた。さすがにもう我慢ができない。今まで、残業代もなくやってきましたけど、残業は増えるばかりじゃないですか。給料を上げてもらうか、残業代を出してもらわないと困ります。社長は俺の言葉に笑い出す。じゃあやめろ。従業員も一新したいし、お前、リストラだよ。は？俺は思わず大きな声を出したが、その様子を見て社長はもっと笑った。お前みたいなやつ、転職もできないだろうから、一家で路頭に迷うんだな。明日まで雇ってやる。さっさと荷物をまとめるんだな。俺は力なく自分のデスクに座ったが、しばらくして顔を上げる。もう定時だ。俺は定時になると同時に退社し、家に帰った。翌日、俺は最後の出勤をする。社長が朝から俺のところに来て、そのパソコン、次に新しく入るのが使うから、すぐに使えるようにしておけよ。と言う。わかりました。俺は躊躇せずパソコンを初期化する。命令に従っているだけだ。デスクも整理して荷物も片付ける。周りの従業員にも挨拶をしたが、もう昔からの人はほとんど残っていないので、お疲れ様でしたと言われるだけだった。そろそろ退社時間だという頃、パソコンを叩いていた若い女性社員が、社長、パソコンがなんかおかしいんですけど？と社長のところに言いに行く。社長はパソコンを叩き、おかしいな。これで大丈夫なはずだが。とつぶやいている。でも、社長は全くパソコンはできないし、見当違いのところをポチポチとクリックしているだけだ。女性社員から、パソコンができる社長はすごいとでも思われたいのだろう。しかし、クリックしているだけで解決するわけがない。そのパソコンは社内のシステムを管理しているもので、変なことをすれば全システムが停止する。まさかそんなことはしないと思ったのだが、なんと社長は、そのまさかをやってしまったのだ。ああ、おかしいな。なんだこれは。というつぶやく声が大きくなり、社長はだんだんとパニックになっている。そして、そろそろ定時になるので、俺が帰ろうとしていると。
担当者は誰だ？早く復旧させろ！と、俺の方を見て怒鳴った。俺は反射的に、俺ですか？残業代出ます？という。社長は俺を睨みつけた。そこで、定時になると同時に、他の女性社員たちは席を立ち上がる。残業代が出ないのを知っているので、新しく入った人たちは、全員定時に上がるのが常識になっているのだ。社長は俺だけ引き止めた。なんとかしろ！これじゃ何もできん！俺はにやりと笑う。俺しか復旧できませんが、リストラなので失礼します。すると、社長は青い顔を真っ赤にして怒鳴り始めた。お前しかできないだって！引き継ぎはしてないのか？つべこべ言わずにさっさとやれ！俺は、ますます笑いがこみ上げてきた。引き継ぎしろなんて、言われてませんからね。そもそも、パソコンの電源も入れられない人を雇っておいて、専門的な知識を教えようなんて無理なんですよ。社長が言ってたじゃないですか。パソコンなんて常識だって。だったら、社長もできるってことですよね。社長に常識がないなんて、おかしいですものね。ああ、復旧するのは俺が使っていたパソコンからできるんですけど、社長に言われたので初期化しました。だから、もうその方法は使えません。そう言うと、何？と、社長はまた青ざめる。一応そのパソコンから復旧する方法はありますけど、ちょっと面倒ですよ。今から言いますからメモ取ってくださいね。俺はそう言って復旧する手順を口頭で述べた。社長は慌てながらメモとペンを用意していたが、淡々と説明する俺について来られるはずがない。あわあわとしている社長に俺は一通りの手順を説明し、じゃあ、お疲れ様です。お世話になりました。と、キビスを返す。ちなみに、俺と社長が話している間に他の従業員は帰ったので、社内には青ざめた社長しかいない。おい！社長は俺を呼び止めてきたが、俺は無視してドアを閉め、会社を出た。帰り道、会社からガンガン電話がかかってきて、最初は出なかったのだが、いい加減うるさくなって電話に出る。こんなシステムを作ったお前が悪いんだろ！責任持って復旧させろ！社長が怒鳴っている。そのシステムを作ったのは前社長がいらっしゃる時で、俺は前社長に頼まれて作ったんですよ。あなたは従業員を一新させると言っていましたし、これを機にシステムを一新させてみたらどうですか？まあ、今の会社にそんな開発ができる人はいないですけどね。ああ、でも、社長がやればいいんじゃないですか？だって、パソコンができるのは常識ですものね。だったら、プログラマーの仕事もできるってことですよね。ひとまず復旧させたいだけなら、さっきの手順でできますから。では、お世話になりました。社長はまだ怒鳴っていたが、俺は電話を切り、その場で着信拒否をした。その後も、連絡が来て面倒になった俺は、だったら今までの残業代と退職金支払ってもらえませんか？タイムカードにはきちんと残業した時間も載っていますよ。それを支払ってもらえるなら、そのプログラム復旧させますけど。と強く言う。社長はしばらく間を置いてから、しぶしぶと言った口調で、わかった。とつぶやいた。数日後、入金を確認した俺は会社に行き、黙々とシステムを復旧させる。ただ、直したところで、それ以降のトラブルは対応しないし、使いこなせる人もいないので、どうなるのかは知らない。そうそう、残業代の時効は3年分だから、てっきり3年分だけしか入っていないと思ったら、15年間分支払われていてラッキーだった。それからしばらくして、会社の前を通ると、会社の看板はなくなっていた。その後、前の会社の元同僚とたまたま道で会ったので話すと、案の定システムを使いこなせないし、
仕事のできる人がいないので、会社の売り上げにも響き、ついには倒産したそうだ。今思い返せば、よくあんな社長の下で働いていたものだ。俺は、リストラに会った後、オンラインゲームの知り合いから、以前もらっていた話を聞くことにした。プログラマーが欲しいとは言われていたが、相手の素性を知らなかったので、連絡をして直接会うことに。そして、待ち合わせ場所に行くと。やっぱり、ケンスケだったか。と肩を叩かれた。それは、以前勤めていた会社で、俺に転職を勧めてくれた、お世話になった先輩だ。先輩、どうして？先輩は数年前、自分で会社を立ち上げたらしい。今は軌道に乗ってきて、事業を拡大するため、プログラマーを探しているという。昔からインターネット上でプライベートなことも話していたので、先輩は、もしかして相手が俺なのではないか。でも、そんなに世間は狭いものなのかと思っていたそうだ。俺は、相手が先輩だなんてことには、微塵も気づかず、ただただ驚いた。俺は、先輩の会社に転職。妻はもう、オンラインゲームをやっていなかったが、当時妻もよく話していたメンバーだったので、先輩のことを話すと、とても驚いていた。今では、余計なストレスもなく、仕事に集中できるし、しっかり残業代ももらっている。先輩は、オンラインゲーム仲間で、俺に憧れていると言ってくれた。20代の子を会社に誘ったらしい。もうすぐ入社してくる予定だ。俺は、しっかりと自分の仕事をこなして、幻滅させることのないよう、頑張っていこうと思う。おい、ちゃんと会費払ったのかよ。同窓会の会場で友人と酒を飲んでいると、いきなり後ろから肩をつかまれた。振り返ると、そこにはあいつの姿がある。当たり前だろ。俺は会費を払わないで会場に入るほど非常識な人間ではない。すると、目の前の奴は俺のことを指さして笑ってきた。いい加減にしろ。そう思って、俺はこいつに復讐すると決めたのだ。俺の名前は勇気、45歳の会社員だ。中学までは会社勤めの父と専業主婦の母と幸せに暮らしていた。しかし、中学3年の時に父がいきなり失踪したのだ。母は理由がわからないと言って泣いていた。俺は受験勉強の真っ只中、志望校は公立一本になった。専業主婦だった母を雇ってくれる企業はなく、住んでいた家には借金取りが来るようになり、俺と母は逃げるように引っ越した。受験勉強どころではなくなってしまい、俺は受験に失敗したのだ。父が何をしたのかは分かっていなかったが、恨みが募る。当時の担任には、二次募集を受けてはどうかと言われたが、働き詰めの母を見ると、のんきに高校に行っている場合ではないと思った。それで俺は高校進学を諦めたのだ。クラスメートと仲は良かったが、父親が失踪したような奴とは関わるなと親から言われていたようだ。当時は辛かったが仕方ないと思う。ただ、それでも仲良くしてくれていたのがクラスメートのトシヤだ。トシヤはいつも俺の心配をしてくれていた。それに、同じくクラスメートの良平も話しかけてきたが、こいつは俺のことが心配とか友達だからとか、そういう理由で話しかけてくるわけではない。こんな奴なら話しかけて来られない方がマシだ。良平は人の弱みを握っては見下して笑うタイプで。お前中卒になるの恥ずかしくて生きていけなくない？高校に行く金もない貧乏人っているんだな。と、思いっきり笑ってくる。さらに、俺みたいに金持ちの家に生まれると、何の苦労もしなくていいんだよ。親父は一流企業にいるし、俺は将来安泰だな。と、家族のことまで持ち出して馬鹿にしてきた。怒りはこみ上げてきたが、
その頃の俺に言い返す気力はなかったのだ。良平は誰にでも嫌味を言う男で、今まで俺は良平が嫌味を言っている友人たちを助けてきた。正義感というか、単に良平が嫌いで、見ていて不快だったからだ。良平も俺を嫌っていたから、俺の父が失踪したと噂になると、即座に嫌味を言ってきたというわけだ。友人たちは良平に辞めるように言ってくれていたが、良平はニヤニヤとして俺への嫌味を辞めることはない。そのまま卒業になったので、良平とは二度と会いたくないと思っていた。俺はその後アルバイトを掛け持ちしながら、高卒認定を取り大学に合格。アルバイトも勉強も全力投球した。その頃には母もパート先で正社員として雇ってもらい、少しずつ余裕のある生活ができていたのだ。俺は大学を卒業し、今は銀行員として働いている。そこで知り合った女性と結婚。母の住む近くに新居を構え、今では小学生の息子が二人いる。そんなある日、中学の同窓会の知らせが届いた。父が失踪するまでの楽しかったことを思い出す。卒業時は辛かったが、もう傷は癒えたし、また同級生と話ができたらと思い、同窓会への参加を決めた。同窓会当日、俺は妻に選んでもらった服を着て会場に向かった。中に入ると懐かしい顔ぶれが揃っている。おい、ゆうきか?と声をかけてくるのは、当時も俺を心配してくれていたトシヤ。昔のようにワイワイと話せるのがとても楽しい。すると一人が、そういえば、良平って父親の会社にコネ入社したらしいぞと言い出す。良平の姿は会場になかったから、一流企業勤めは忙しいんじゃないの?と、トシヤは鼻で笑う。良平は、私立大学を卒業後、父親の働く一流企業にコネ入社したそうだが、あの性格は相変わらずのようだ。地元で働いていると、関わりのある友人もいて、なんとなく良平の情報が入ってきた。俺は、良平の働く会社名を聞いて、眉を潜める。そんな俺の肩をトシヤが叩いた。ゆうきは何やってるの?俺が名刺を出すと、その場にいた同級生たちで名刺交換が始まった。みんながいろいろな分野で働いている。しばらく仕事や家庭の話をしていると、おい、ちゃんと会費払ったのかよ。と、突然後ろから肩をつかまれた。振り返って目に入ってきたのは良平の姿だ。友人たちの空気が一変する。俺は、当たり前だろ。会費払わないで入るやついるかよ。と言うと、良平は俺を見て笑ってきた。お前みたいな貧乏に会費払うの厳しいだろ?中卒はどこの三流企業で働いてんの?ああ、就職なんかできないか。もしかしてバイト掛け持ちとか?うわ、ありえねえ。良平はこれでもかと馬鹿にしてくる。トシヤが良平を止めようと、お前な!と、間に入ってくれようとしたが、俺は止めた。普通に働いているから大丈夫だ。俺がそう言うと、良平は俺を見下して、奇跡だな。ま、俺みたいな一流企業勤めとは、生活が天と地ほど違うだろ?と言い、俺に名刺を投げつけてきた。俺は、その名刺をまじまじと見て部署を確認する。良平はニヤニヤしながら言った。誰もが知ってる企業だよ。すごいだろう。すると輪の中にいた同級生が、どうせコネ入社だろ、と言う。良平は、そいつを睨みつけた。はあ?俺の実力だし。羨ましいからってそんなこと言うなよね。良平は、中卒の俺をどこまでも見下していて。で、勇気は何の仕事してるんだよ。と、ニヤニヤしながら言ってきた。俺の勤め先でも聞いて、馬鹿にしようという魂胆だろう。
そこで俺は自分のスマホが鳴っていることに気づいた。ああ、ごめん。ちょっと出てくる。と友人たちに言って会場を出る。仕事の電話だった。電話が終わり、また会場に戻ろうとすると、良平が入り口で俺に向かって手を出してきた。あ、何？と俺が言うと、良平はニヤニヤしながら、会費、ちゃんと払えよ。と言う。俺は呆れながら言った。今俺が電話をしに出ていくところ見てただろ。なんでまた払わないといけないんだよ。良平は、会費を払わない人は入れません。とふざけている。受付に座っていた同級生が名簿を見て、ゆうきくんはさっき払ってるから大丈夫だよと言うと、良平は会費を預かっているところから1万円札を奪った。俺も受付の同級生も困惑する。これがゆうきの会費だな。と言い、良平はなんと、その1万円札を破ったのだ。そしてニヤニヤしながら俺を見下してくる。貧乏人様、この意味わかる？信じられない行動に周りにいた同級生たちもこちらを見ている。何が貧乏人様だ！と俺が言うと、良平は腹を抱えて笑う。どうせ中卒でアルバイトの掛け持ちだろ？俺よりも労働時間が長いのに、俺よりも収入が少ないなんて、かわいそうだなと思って。俺なりに働き詰めの貧乏人を敬ったつもりだよ。俺はため息をついて。貧乏人の俺は、これ以上ここにいるなってことか？一万円札を破るなんて、人間性疑うな。と言うと、良平はにやりとした。だって、お前みたいな貧乏人が持ってる一万円札、汚いだろ。貧乏人の持ち物なんてみんな汚いんだからさ。周囲はますます引いている。その時、トシヤも出てきて。おい、何やってんだよ！という。良平はどこまで、俺のことを貧乏だと見下したら気が済むんだ。怒りがこみ上げたが、俺はあることを思いつき、満面の笑みを見せる。眉を潜める良平。俺は笑顔のままスマホを取り出し、電話を始めた。そして、電話がかかると、俺はすかさず。ああ、社長？23億の融資は、キャンセルで。と話す。良平の眉がピクリと動いた。俺は電話の相手に言った。社員教育もよろしくお願いしますね。御社の経理部に骨入社で入った良平って言いますよね。俺が再度、良平のフルネームを電話越しに伝えると、良平は一瞬で青ざめる。え？そして、慌てた表情で言った。おい、誰に電話してるんだよ！良平は俺のスマホを取り上げようとしてくるが、俺は素早く電話を切る。良平は俺に掴みかかり。おい、どういうことだよ！お前、誰に電話してた？勇士ってなんだよ！と、矢継ぎ早に質問をする。答える義務はない。と、俺は突っぱねた。しかし、良平は食らいつく。23億って、うちが今必要としている融資の額だぞ。どうしてお前なんかが。そう言うと、トシヤが口を挟んだ。お前なんかが、とか言わない方がいいぞ。自分に返ってくるからな。と言って笑っている。俺も一緒になって笑い、種明かしをすることにした。名刺を出して、良平に渡す。すると、良平は分かりやすいほど青ざめた。お前が、銀行員で支店長？しかも、うちの取引先じゃないか。俺は、笑顔で答える。さすが経理部。経理部長が連日、うちに融資の相談に来てるよ。
うちは渋ってるんだが。この間は社長も来た。俺支店長だから、ずっとその相談に乗ってたんだ。お前の会社、最近経営状態まずいよな。この融資が受けられないとかなり厳しくなるらしいけど。お前の暴言のせいで、融資はやめることにするよ。1万円という大金を破り捨てるなんて、正気だとは思えない。良平は顔面蒼白で、嘘だろとつぶやいている。トシヤが隣で笑いながら、そんな手の込んだ嘘ついてどうすんだよと言った。俺もうなずき。良平を騙すためにこんな名刺作るかよ。お前に嘘をつくために、お前の勤務先を調べて、会社の経営状態や取引先を調べて、俺が支店長だっていう名刺を偽造したとでも言いたいの?という。良平は黙った。嘘だと思うなら、お前のところの社長に確認してもいいし、うちの銀行に問い合わせてくれても構わない。俺が言うと、良平は口を開く。だって、お前、中卒だろ。震える声で言うので、俺はにやりと笑う。高校に進学できなかったからって、一生中卒でいなければいけないなんて決まりはないだろ。俺は、あれからアルバイトをして、高卒認定を取り、大学を卒業してから銀行員として働き始めたんだ。良平は目を丸くする。トシヤがうなずきながら口を開いた。勇気は昔から頭良かったもんな。俺なんて勇気が勉強を教えてくれなかったらどうなってたか。俺はそんなこともあったなぁと笑う。そこでトシヤが言った。勇気って地元の雑誌に取り上げられたこともあるんだぞ。異例の速さで支店長に出世したって。中卒だったが努力して大学まで出たとも書いてあったな。俺、たまたまその記事見て、さすが勇気だって思ったんだよ。そういえば、少し前に支店長になった時、地元の雑誌の取材に応じたことがある。大して見ている人なんていないだろうと思っていたけど、トシヤが見てくれていたのか。俺は嬉しくなった。良平は愕然としている。トシヤは言いたいことを言い終えたようで、そろそろお開きだし、二次会行くか。と、俺に、他の友人にも声をかけ始める。すると、良平は、俺の腕を掴んだ。おい、ちょっと待てよ。融資がキャンセルってことは、俺どうなんの?青い顔で言ってくるので、俺は鼻で笑う。知らないよ。社長にはお前の名前を伝えたし、会社に行けば、何かしら言われるんじゃないの?俺のところにもまた連絡が来たら、今日の出来事、お前に言われたことを伝えておくよ。良平は、俺にすがってきた。困るよ。俺、実はこの間もやらかしちゃって、次はないって部長からも言われてるんだ。親父からは自分の顔に泥を塗ったってすでに怒られてるし、もうかばえないって言われてる。それに、融資が受けられなかったら、うちの会社はどうなるんだよ!俺は、良平の腕を振り払いながら言った。だから、知らないって!うちから融資が受けられなくても、他に融資してくれるところがあるかもしれないだろ。うちはもう融資しないっていうだけだ。それでもまだ、良平はすがりつく。そこをなんとかしてくれ。俺の友人が支店長だったって部長に言って、うまく融資してもらえたとなれば、俺の株も上がるだろ。そしたら俺も会社に安くなるし、新しい仕事だって任されるかもしれない。と、めちゃくちゃなことを言う。俺はため息をついた。あのな、友人だからって融資するか決めるわけじゃないんだ。こっちだって商売なんだから、将来性がない会社に融資はできない。お前みたいなお金を大切にできない奴が経理部にいるなんて、せっかく融資してもどう使われるかわからないからな。
良平は口を開きかけたが、俺は遮って続ける。もともと、お前の会社への融資は無理だと結論が出ている。でも、どうして元社長が直々に頭を下げてきたから、俺の方でもどうしたら融資できるのか考えていたんだ。その努力をお前は無駄にした。それに、そもそも俺とお前は友人じゃなくてただの同級生だ。トシヤが横から、さすが支店長と無駄なヤジを飛ばす。良平は顔面蒼白で愕然としているので、俺たちは良平を放って二次会に出た。翌日、朝からアポなしで良平を連れた社長がやってきた。社長は頭を下げて融資をキャンセルした理由を聞いてくる。良平は実は俺と同級生で昨日同窓会で会ったと言ったそうだ。俺が良平の勤め先を知ると、良平を嫌っている俺が市場で融資をキャンセルする電話をいきなり社長にしたと、良平が社長に説明したらしい。まあ、俺としてはそれでも問題ないが、社長は良平を疑っているようだ。彼はコネ入社で入ったので、ある程度多めに見ていたのですが、あまりにもひどいと部長から報告を受けまして、さすがに私も処分を検討していたんです。と、社長は俺に言う。良平が動揺した顔で社長を見たので、きっと良平は自分がそこまでの扱いになっているとは知らなかったのだろう。俺にまで良平の動揺が伝わってきた。俺は社長に昨日のことをすべて話し、最後に、あまり公私混同したくはないのですが、さすがに人としてどうなのかと思いまして。今後も彼と接点を持つというのは私としても気が重いんですよ。と言った。社長は難しい顔をして頭を下げて帰っていった。俺が窓口に戻ると従業員に声をかけられる。俺の知り合いだという人物が会いに来ているという。同窓会に来ていた誰かかと思い出てみると、なんと相手は俺の父親だった。地元の雑誌で俺の記事を見てここに来たらしい。勇気大きくなったなと言うから当時の謝罪にでも来たのかと思ったら、ただの金の無心だった。詳しい事情はよくわからないが、借金を重ねて失踪したのは事実らしい。借金取りから逃げ回っているらしく、わざわざ借金取りの情報まで俺に見せて、自分の連絡先を無理やり握らせてきた。俺の父親は、もういません。と、きっぱり言ってやる。父親が帰った後は、今日はついてない一日だとため息をついた。後日、良平がクビになったと社長から連絡が来た。日々の勤務態度や就業状況が問題になっていて、コネ入社だからといって甘やかさない方針にしたそうだ。それが本来のあり方だろう。良平がクビになったことは、うっかり俺が話してしまったこともあり、同級生の間ですぐに広まった。同級生の目撃情報によると、良平は深夜のコンビニバイトをしているらしい。一気に老け込んでいて、名札を見るまでわからなかったという。就職できずにアルバイトなんてありえないと言っていたのに、自分がそうなってしまったようだ。ざまあ見ろ、と俺は思わず口に出した。そういえば、父は無理やり俺に連絡先を渡してきたので、父の実家に連絡したところ、父の兄が捕まえ、実家に引き取られたそうだ。父の兄は、俺が連絡したことで当時の父の行いを知ったと言い、父を責任持って働かせ、母に仕送りをするよう約束してくれた。実際に母には仕送りがされている。でも、俺はあいつを父親だとは思っていない。俺の親は母だけでいい。俺の妻も母のことを慕ってくれているし、良好な関係を築いてくれている。俺に新しい家族ができた時に、母も喜んでくれたし、これからも母には元気でいてもらいたい。もちろん、妻にも感謝しているし、これからも、この幸せを守っていこう。役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。
会社のお荷物は首にしてやる。専務が俺に向かい、声高に叫んだ。この人は前から俺のことを見下し、馬鹿にしていた。今までは逆らうことができなかったが、これ以上は我慢できそうもない。俺は専務をまっすぐ見据えると、ゆっくりと口を開いた。俺の名前は鈴木、27歳。そこそこの大手企業で働いている。俺は地元大学出身なのだが、偏差値は平均的で、全国的に有名な大学というわけではない。しかし、俺が入った会社は大手ということもあり、周りは高学歴が多かった。最初に配属された営業部は実力主義だったので、俺の出身大学を気にする人はいなかったが、この度配属となった総務部は、俺の学歴を気にする人が多いらしい。はじめまして、鈴木と言います。これからよろしくお願いします。配属初日、挨拶をした俺に帰ってきたのは、まばらな拍手だけ。俺の教育係になった先輩の笹原さんは、苦笑いを浮かべ、事情を話してくれた。総務部は高学歴の森部長が率いているから、部下たちも自然と学歴重視になるのよ。笹原さんはこの会社では珍しい高卒だ。親戚がその昔、この会社でまあまあの重要なポストにいて、縁故で入社したとのこと。彼女はシングルマザーで大変な思いをしていて、それを見かねた親戚が自社を紹介してくれたのだ。現在は別の男性と結婚し、私生活は落ち着いていると教えてくれたが、入社当時は縁故の低学歴だと周りから見下されることも多かったらしい。さらにうちは村田専務の影響力も強いの。専務の業務が総務の業務と被ることが多いのも理由の一つなんだけど、森部長と村田専務は同じ大学出身なの。村田専務は森部長以上の学歴主義よ。そうなんですか。俺は村田専務とまともに会話したことがないが、さすがに顔は知っている。もし俺のことを知ったらどういう反応をするのだろうか。村田専務は総務部に来ることが多いらしいので、なるべく空気に徹していよう、と誓った。しかし、ああ、こいつが例の新人か。はじめまして、村田専務。村田専務を避けようとしていたが、あちらの方から来てしまった。村田専務の横では、森部長がニヤニヤと笑っている。営業部ではそこそこの成績だったようですが、まあ、まぐれでしょうね。総務部では完全にお荷物ですよ。森部長は最初から俺に対してこんな調子で、俺が何をしてもケチをつけてきた。すみません。お荷物になるような仕事はしていないのだが、無駄に反抗すると倍以上になって帰ってくるので、反論することなく謝罪する。そんな俺を見て、村田専務は大げさなため息をついた。まったく、人事はたまにこういうやつを採用するよな。うちの会社に低学歴の役立たずは不要なのだが。その後も、特に用があるわけではないのに、ネチネチと俺に絡み続ける二人。ようやく解放された後、笹原さんからお昼に誘われた俺は、こんな話を聞いた。助けられなくてごめんなさいね。あれでもうちの会社の専務だから、逆らったら何されるかわからないのよ。申し訳なさそうに謝罪する笹原さんに、俺は慌てて手を振って返した。いえ、大したことないですから。鈴木くんはメンタルが強いのね。私は今の旦那との間に子供ができて、産休を取るときにあの二人にかなり嫌味を言われてメンタルをやられたわ。他の女性社員に対しては何も言わなかったのだが、笹原さんの時だけあの二人はネチネチと嫌味を言ってきたらしい。
ちなみに笹原さんを入社させてくれた親戚はとっくの昔に退職済みなので、今の彼女はコネも権力も持っていないただの平社員だ。なんでそこまで学歴にこだわるんでしょうね。創設者や現社長が学歴を重視する人という理由もあるけど、村田専務に関してはこんな噂があるわ。村田専務の父親はうちより規模は小さいが、とある会社の社長を務めていたらしい。その会社を継いだのは村田専務の兄。お兄さんは高卒だが、会社経営の才能があると父から認められ、後継者に選ばれたのだ。それまで村田専務は兄より頭がいい自分が選ばれると信じていた。お父さんに裏切られたと思ったんでしょうね。それから学歴にこだわるようになったらしいわ。そういう複雑な事情があったとは知りませんでした。しかし、だからといって他人を馬鹿にしていい理由にはならない。息子が今年受験なんだけど、ずっと勉強漬けで大変そうでな。お前の時はどうだった？あ、そこまで真面目に勉強してないか。底辺差値の大学出身だし。村田専務は相談をするふりをして俺の学歴をバカにしたり。これ片付けておけよ。この程度の雑務ならお前みたいな低学歴でも簡単だろ。今日中に頼むわ。こちらの返事を聞くことなく自分の雑務を押し付けてきたり。どうやら村田専務は俺のことをストレス発散のサンドバッグ兼都合のいい召使いとして認定しているようだ。森部長は出張が多いのでそこまで害はないが、会社にいることがほとんどの村田専務はわざわざ総務部に来て俺に絡んでくる。俺が困惑する様子を楽しんでいるらしい。あんな人が役員なんて、うちの会社はだいぶやばいのでは？八つ当たり気味にそう思っていた俺だったが、どうやら本当に業績がやばいことになっていたみたいだ。先日、うちの会社はとある別企業の社長に全株式を売却。我が社はその会社の傘下となり、経営回復に取り組むと発表があった。これに伴い、総務の仕事は急増。ここ数日の俺は書類が大量に入った段ボールをあちこちの部署へ運んでいた。総務部で俺が一番若いという理由だけで力仕事を押し付けられたのだ。そんな忙しい時でも村田専務は俺に絡んでくる。おやおや、忙しそうだな。力仕事がお似合いじゃないか。いっそのことを現場に転職したらどうだ？うちの会社の工場でちょうど空きがあるらしいぞ。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら俺に絡む村田専務。いつもなら適当に相手をするが、今日は仕事が立て込んでいるので構っている暇がない。そうですね、すみません、僕ちょっと急いでいるので。そんな俺の態度が気に入らなかったのか、村田専務はイラッとした顔で俺の腕を乱暴に掴んだ。おい待て、俺の話は真面目に聞け。しかし村田専務が乱暴に俺の腕を掴んだせいで持っていた段ボールを落としてしまう。中に入っていた書類も散乱し、その束が村田専務の足に当たった。痛いな、気をつけろ。俺は忙しさもありイラッとして思わず言い返してしまった。荷物を持っていた僕を引っ張ったのは村田専務ですよね。俺の言葉に村田専務は一気に顔を赤くして怒りの表情になる。俺のせいだと言いたいのか？お前のミスで俺は足を怪我したんだぞ。いや、怪我なんてしてないだろ。と思いっきり呆れた表情を浮かべてしまった。それを見た村田専務はヒートアップ。通りがかった社員たちは一体何事だと目を丸くして俺たちを遠巻きに見ていた。謝罪もなしか。これだから低学歴は。役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。
会社のお荷物はクビにしてやる。この程度のことで怒りをあらわにするなんて、まるで子供みたいな人だなと思う。俺はこんな人に今まで素直に従ってきたのか。なんだか一気に全てがバカバカしくなり、気づいたらこう言い返していた。奇遇ですね。僕も同感です。あ？この会社にとって誰がお荷物かもうすぐわかりますよ。ギャーギャーと騒ぐ村田専務を横目に、俺はさっさと散らばった書類を片付ける。そしてなおも絡んでくる村田専務を睨みつけ、クビにするならどうぞご勝手に、僕忙しいので失礼しますね。強めの口調でそう言い放ち、さっさとその場を後にする。これにはさすがに村田専務も驚いたようで、呆然とした表情で俺を見送った。そして翌日、俺と村田専務は役員会議の場にいた。村田専務はいつもの自分の定位置に、俺はこの度新しく株主となった大手企業のトップ鈴木社長の隣に立っていた。村田専務や現社長、他の役員からなぜお前がそこにいるんだと言いたげな視線を向けられる。すると鈴木社長が唇を切った。それでは役員会議を始める。気になっている人もいるかと思うので先に言っておくが、こちらの彼には私のサポートをお願いした。気にせず会議を進めてくれ。俺は笑顔を浮かべ、役員たちに向けて軽く会釈する。まだ納得いかないと言いたげな役員もいたが、続いて発せられた鈴木社長の言葉に彼らの顔は驚きへと変わった。さて会議を始めると言いたいところだが、とりあえず一旦役員は全員クビで。あ？気の抜けた声を上げたのは村田専務だ。他の役員たちは戸惑いの表情を浮かべたり、呆然とした表情をしている。社長、一体何をおっしゃっているのですか？すると鈴木社長は厳しい目を村田専務に向けた。この会社は学歴主義がはびこっている。私の会社にそのような考えは不要だ。実際複数の社員からクレームが出ているのでな。そう言いながら机に置いたのは厚みのある書類の束だった。この書類はすべて社員たちから寄せられたクレームだ。創設者や現社長が学歴主義だから社風がそのようになるのは仕方ない部分もあるかもしれん。しかしだからといって社員に対して嫌な思いをさせていい理由にはならんだろう。鈴木社長の厳しい声に現社長や村田専務、学歴をネタに社員たちに絡んでいた役員たちが目を背ける。そんな役員たちを見て鈴木社長は俺の方に振り向き小さくうなずいた。俺も鈴木社長、いや俺の父にうなずいて返す。そう、鈴木社長は俺の実の父親だ。父は国内トップ企業の社長を務めている。俺は次期社長になるべく修行のために父の会社ではない別の企業に就職した。しかしその会社が経営不振に陥り、父は会社を買収することに決定。うちは全国に多数の工場を持っており、業界内でも生産力が高いのが自慢なのだが、父はそれに目をつけ、いつか傘下に加えたいと思っていたのだ。そしてこの度全株式を買い取り傘下に加えることに成功。俺は父の下で小さい頃から教育を受けており、自分で言うのもなんだがそこそこの成績を収めていた。そんな俺が地元大学に進学したのには理由がある。俺が高校生の時、母親が病気で倒れたのだ。長期の入院が必要になり、俺は病院の近くにあった大学に目をつける。この大学に進学すれば何かあってもすぐ母の元へ駆けつけられるし、
毎日お見舞いに行くこともできるだろうと考えたのだ。俺にとって学歴はそこまで重要視するものではない。父から必要なことはすべて学んでいたし、そこまでして大学にこだわる理由はないのだ。父も学歴にこだわる人ではなく、俺が母の近くにいるなら安心だと賛成してくれた。ちなみに母はすでに完治し、今は元気に暮らしている。学歴を軽視するつもりはないが、この会社の学歴主義は異常だ。経営不振に陥った要因は様々なことが考えられるが、これまでの学歴主義は原因の一端を担っていると思い、俺は会社であったことを父に報告。実際、この会社で働いている間、学歴のせいで実力のある人がチャンスを奪われていると感じた場面は多々あったし、高学歴の社員から馬鹿にされ、ストレスを溜めている社員も複数いた。この環境は一新しなければと、俺は独自で社員に聞き込みを行い、余すことなく父に報告したのだ。特に、村田専務。父に突然名前を呼ばれ、村田専務はびくりと肩を揺らした。君に関するクレームが多いな。中には君のせいで退職した社員もいるらしいじゃないか。こちらの社員にもパワハラをしていたという報告があるぞ。これに関しては俺が報告したものではない。あの時、俺と村田専務のやりとりを見ていた他の社員が人事の相談窓口に報告してくれていたのだ。人事部長はこの会社には珍しくまともな人で、社員の報告をきちんとまとめて父に提出してくれた。だからといって役員を全員クビにするのは乱暴すぎますよ。村田専務が青ざめた顔で父に言い返す。すると父はうなずいて返した。まあ確かに乱暴かもしれん。ではどの役員に問題があるのか、今の時点で正確に判断できてないのでな。一旦全員を役員から解任して、その後に再編成を行うつもりだ。社内環境改善のために、みんな私に協力してくれるな。にこりと笑顔を浮かべる父に対して、まともな役員たちは力強くうなずいて返す。村田専務や問題のある役員たちは顔面蒼白でうつむいていた。そして会議終了後、総務部に戻ろうとした俺の肩を村田専務が乱暴に掴んだ。お前、一体どんな手を使った？村田専務の手を振り払い、俺は彼に向き直る。正当な方法を使っただけです。僕はあなたにパワハラを受けていた。それを叱るべきところに報告しただけですよ。相手は父親なので直接報告しましたとは言わないでおく。俺と父の関係がバレたらいろいろと面倒だ。村田専務のような人は次期社長である俺に取り入ろうとするだろう。あいにくそういう連中の相手をしている暇はない。お前みたいな低学歴が鈴木社長のサポートに指名されるわけないだろ。一体どんな汚い手を使った？俺があの場にいたのは高額のためにと父に呼んでもらったからだ。現時点で俺はまだ平社員で役員会議に参加する機会はない。これはいい機会だと思ったのだろう。俺と父は同じ苗字なのだが、よくある苗字のおかげで村田専務には親子であると疑われていないようだ。さらに俺は顔が母親似で父と全く似ていない。いや、村田専務は俺の顔のことなんて気にする余裕もないみたいだ。ともかく、お前と鈴木社長につながりがあるなら、俺のことをきちんと伝えておけ。伝える？何をですか？俺はお前にパワハラなんてしてないってことをだ。他の社員から出たという報告も、お前の方でうまくもみ消しておけ。わかったな？これには思わず笑ってしまいそうになった。
この人はこの後に及んでも俺に対して上から目線で命令してくる。なぜ僕がそんなことしなくちゃいけないんですか？いい加減分からせてやらなければと思い、あえて冷たい声で答える。あなたに恩があるならいざ知らず、僕はあなたから迷惑行為しかされていませんよ。あなたがクビになるならむしろ喜んで協力します。俺の言葉に村田専務はキョトンとした顔を見せる。え？なんで？いや、こちらこそなんでですよ。今まで僕があなたに従っていたから今回も従うと思ったんですか？俺の問いかけに村田専務はキョトンとした顔のままうなずいて返す。俺はそんな村田専務にこれ以上ないほど盛大なため息で返した。あなたに従っていたのはあなたが権力を持っている専務だからという理由だけです。本気になれば僕みたいな平社員をクビにすることもできたでしょう。それが嫌で従っていただけですよ。俺の言葉に村田専務は徐々に顔を青くさせていく。じゃあ俺はこれからどうなる？鈴木社長は役員を全員解任して再編成すると言っていた。俺は会社に残れるのか？これに対し俺は首をかしげて答えた。さあどうでしょうね。しかし少なくとも今の立場は追われるのでは？パワハラで解雇するのは難しいでしょうが、それ相応の罰が下ると思いますよ。村田専務は俺以外にもパワハラをしていた。中には目を覆いたくなるような報告もある。僕としてはあなたに退職していただきたいですけどね。以前僕のことを役立たずの無能と言いましたが、あなたはこの会社にいるだけで害があります。僕よりよっぽどひどいですよ。村田専務は目を見開き絶望の表情で俺を見る。これから何が起こっても全てあなたの自業自得です。あなたが招いた結果ですよ。この言葉がとどめになったのだろう。村田専務は力なくその場にへたり込んでしまった。この後、父の宣言通り役員は再編成された。現社長は会社を追われ、まともな副社長が新社長に就任。問題のある役員たちもこぞって立場を追われ、降格処分などの厳しい処罰が下された。中には自主退職という形で会社を追われた人もいる。村田専務もそのうちの一人だ。どういう方法を使ったの？村田専務はこれから息子さんが受験でお金が必要だから何が何でも会社に残ると思ってたよ。すると父は神妙な顔でこう返した。お前にはまだ早い。一体どんな手を使ったのやら。これからゆっくり父に教わろうと思う。村田専務の子飼いであった森部長も別部署に異動となり、俺のもとには平和が訪れた。被害者の一人であった笹原さんも働きやすくなったと喜んでいる。彼女はとても優秀な社員なので、長くこの会社で働いてほしい。これからも俺はこの会社で修行を積みながら、次期社長にふさわしい人間になるため、日々精進を続けるつもりだ。1万なんてはした金、貧乏人の奨学預金なんざいらねえっての！目の前の男の言葉に、俺は頭痛がした。これがまさか銀行員の言葉とは信じられない。俺の左右で、何らかの手続きをしている銀行員や利用者も、俺の正面に座るこの男をちらちらと見ている。ありえなさすぎて、思わず口からふふっと笑いが漏れてしまう。何笑ってるんだよ！銀行員の男がいぶかしげに尋ねてくる。俺は腹立たしい気持ちを抑え、あくまで穏やかに微笑み、口を開いた。俺は西野。50歳。若い時は一般企業でしばらく働いていたのだが、水が合わないと感じて退職した。実家で親父の農業を手伝い始めたのだが、それからは20年間ずっと農業に携わっている。
子供の頃はあんなにいやいや手伝っていた仕事なのに、不思議と楽しいと感じるようになったのだ。自分たちが作った作物が誰かの笑顔につながるのだと思うと、こんなに幸せなことはない。俺の天職は身近にあったのか、と俺は仕事に励んでいた。先日、息子夫婦のもとに孫が生まれた。俺はまだ50歳だし、孫なんてもっと先だと思ってたのに、人生とはわからないものだ。俺は孫のために積立貯金をしようと、いつもお世話になっている銀行に口座を開設した。生まれたての可愛い姿を見てからというもの、孫のために何かしたいと思っていたのだ。今日は口座開設から2回目の積立日。俺の番号が呼び出され、俺は受付に向かう。西野様、本日もお孫さんの積み立てですか？受付の女性が俺に笑いかける。偶然、前回対応してくれた人だった。孫のために口座を開設したいと話したのを覚えていたらしい。ええ、ATM でもいいのですが、こうすると実感が湧くというか、わざわざお手数をかけて申し訳ないんですけど。とんでもございません。お気持ちわかりますわ。力になれて嬉しいです。そう言ってもらえるとほっとする。俺は照れくささをごまかそうと笑い返した。毎月1万円ずつコツコツと積み立てれば、孫が大人になった時はそれなりの額になるだろう。それを将来の夢や結婚など大切なことに使ってくれたらと思ったのだ。それでは入金伝票の方を。女性が言いかけたところで後ろから俺が変わると声がかかる。女性が振り返った先に俺と年が近そうな男性銀行員がうすら笑いを浮かべて立っていた。あれ、どこかで見た顔だな。俺がぼんやり考えている中、女性は、でもと戸惑っている。いいから、君は向こうで他の仕事でもしてろ。強引に席を開けさせられた女性は、ぺこりと俺に会釈して去っていく。感じのいい人だっただけに、かわいそうな気がした。強引な人だな。目の前の男にそんな印象を抱いていると、男はニヤニヤ顔で口を開いた。よう、西野、久しぶりだな。俺が、ポカンとしていると、男は自分の胸元のプレートを、ちょいちょいと指さす。見れば、樋口と名前が記載されている。そこで俺は気がついた。そうか、こいつ。ああ、樋口だったのか。本当に久しぶりだな。俺は平静を装って挨拶を返しながら、嫌な奴に会ってしまったと心の中で後悔していた。俺の大学時代に同じゼミにいたのが樋口だ。いわゆるチャラいタイプでいつも女性に声をかけまくり、人の迷惑も考えないような空気の読めない男だったと記憶している。俺さ、最近この店に移動してきたんだよ。つまんねえ仕事に飽きてぼーっと客を眺めてたら、見覚えあるやついるじゃん。まさかと思ったよね。聞いてもいないのにペラペラとよく喋る男だ。昔の俺に対してもこうしていつもうざがらみしてきた。地味な容姿の俺をからかったりと、子供じみたものが多く、講義の代理出席を無理に頼まれた時もあったっけ。もちろん全部スルーだ。なんで絡んできていたのかはよく知らない。俺は見るからに地味でおとなしそうだったから、体のいいパシリにでもしたかったんだろう。樋口に関わる時間があるなら、地味に真面目を貫いた方がよっぽどいい。それくらい俺は樋口に対して好感を持てなかったのだ。樋口が銀行に就職したのは知っていたが、まさかうちがメインで使ってる銀行だったとは。それとも途中で転職でもしたのだろうか。大学生時代に適当な性格だった樋口が、銀行のきっちりしたイメージが
あまり合うと思えないが、目上の人間に取り入るスキルは誰よりも長けていたように思う。案外、銀行員としてうまくやっているのかもしれない。いやー、奇遇だな。まさかこんな場所でお前に会えるなんて。元気にしてたかよ。つーか、そんな汚ねえ作業着で。お前何の仕事してるわけ？なんか見るからに稼げてないんだろうね。確かに俺は仕事の合間に銀行に来たから、作業着のままだ。目立つ汚れはしっかり払ってきたつもりだが、汚れがシミになっている部分もある。お前、俺以外にもそんな対応してるのか？俺がため息混じりに尋ねると、そんなわけねえじゃん！と、樋口が笑う。まあ、それもそうか。それにしても、全然変わってないんだな。と、俺は樋口の言葉にげんなりした。大して仲が良くもないのに、ずけずけと言いたいだけ言って、人の内側に無遠慮に入り込もうとするというか。まあ、農業だよ。今日は仕事の合間に来たから、作業着だけど。俺が答えると、樋口は吹き出した。農業ってお前、マジか。その年で汗水垂らして働くとか、無理すぎ。俺は銀行員になって正解だわ。銀行員ってだけで結構モテるし。考え方、言葉選び、そのどれをとっても同じ年齢の男だとは思えない。しかもモテるって、俺たちもう50歳だぞ。ちらりと見ると、樋口の左手には、指輪の跡があるものの、指輪はしていない。なるほど。離婚して独身を満喫しているんだろうか。では、さてさて、預金額はいくらかなと。樋口は、俺が記入して持ってきた入金伝票と通帳を手に取った。1万！通帳も1万しか入ってねえ。俺が訳を話そうと口を開くも、樋口は口を挟ませない。お前、貧乏なんだろうなぁとは思ったけど、まさかこんなに落ちぶれてるなんてなぁ。恥ずかしくないわけ。1万なんてはしたがねえ。貧乏人の奨学預金なんざいらねえっての。せめて ATM でやれよ。ああ、ATM ってわかるかな、おじいちゃん。笑いを抑えきれないと言わんばかりに、手で口を覆いながら全力で俺をバカにする樋口。樋口が大きな声で言うせいで、恥ずかしさから体が熱くなるのが分かった。樋口の言動が理解不能で頭痛もする。これがまさか銀行員の言葉とは。俺の左右で何らかの手続きをしている銀行員や利用者も、俺の正面に座る樋口をチラチラと見ていた。ありえないよなぁと、俺は思わず笑みをこぼす。何笑ってるんだよ。おかしいのは俺だっつーの。俺は腹立たしい気持ちを抑え、あくまで穏やかに微笑み、口を開いた。支店長呼んで、うちの社員5000人分の口座、解約するから。その瞬間、はっと樋口が固まる。いやいや、お前、そんな冗談。俺は何も言わずに首を振り、ただニコニコと笑い続けるだけ。それが不気味に見えたのか、樋口は口元を引きつらせた。その時、ちょうど手が空いたらしい隣の銀行員が立ち上がり、奥へ下がっていく。さっきからずっと俺と樋口のやりとりを見ていたし、樋口の態度は同じ銀行員として我慢ならなかったのだろう。銀行員がちらりと樋口を見た表情に嫌悪感が現れていた。ねえ。西野様、樋口が失礼をして申し訳ございません。私をお呼びと聞きましたが。隣の銀行員が席を立ってすぐ、
支店長が慌てた様子で俺の元へやってきた。詳細をすでに聞いたのか、支店長は目に見えてうろたえている。額に汗を浮かべて俺に頭を下げる支店長の様子を見て、支店長、俺は別に何も。樋口は言い訳をしようとしたが、支店長に一喝されて押し黙った。ともかく、ここではなんですし、別室をご用意しましたので、こちらへ来ていただいてもよろしいでしょうか。支店長の提案に、俺はうなずく。ええ、構いませんよ。俺は支店長の案内についていこうと席を立つ。そんな俺を樋口はポカンとして見ていた。支店長が青ざめて俺に頭を下げる様子を見て、俺の発言に現実味が出てきたのかもしれない。樋口、何をしている？お前も来るんだ。支店長の怒気を含んだ言葉に樋口は飛び上がるように立ち上がった。別室に移動した途端、支店長は俺に勢いよく頭を下げる。誠に申し訳ございません。あなたが謝る必要は。俺がそう言っても、支店長はブンブンと首を振った。部下の失礼は上司の私の責任です。長らくお世話になっているから知っているが、支店長は生真面目な性格だ。未だ状況がつかめず、ポカンとした顔のままの樋口に支店長が叱責する。お前も謝らないか、この方はな。支店長が俺について説明してくれる。実を言うと俺は、とある食品会社の社長なのだ。もともとは農家を専門にやっていた祖父が起こした会社で、特に人参が代表的な作物になっている。独自の栽培方法のおかげで甘みが強い。生産だけでなく、ジュースやジャムなど製品加工もしていて、野菜嫌いのお子さんを持つ親御さんや健康志向の人たちに人気がある。父の代からネット事業を始め、そこから急激に成長したのだ。俺は5年ほど前に社長職を父から継いだばかり。社長業の傍ら、未だに畑に出て土まみれになっている。仕事に支障がない程度にしてくださいね、と、秘書には少々呆れられているが、社長業の忙しい合間に、土に触れて作物の調子を見るのが、俺の息抜きでもあるのだ。アルバイトやパートなど、非正規も含めると、およそ5000人が俺の元で働いてくれている。祖父の代は小さな会社だったが、いつの間にかこんな大所帯になっていた。特に最近、自社製品を扱った飲食店の経営を始めたのも大きいだろう。社員たちには、この銀行の口座を開設してもらい、給料の振込口座として使っていた。支店長の説明を聞き終えた樋口が、震えた声で俺に抗議する。はあ、お前が大会社の社長、農業って言ってたじゃねえか。嘘はついてない。うちは生産自体もやってるから。俺は畑仕事が好きで、社長業の合間に畑に出てるだけ。俺がきっぱり言うと、樋口はみるみるうちに青ざめていく。樋口が俺に対して絡んでいた頃、俺は彼に、プライバシーに関わる話を一切しなかった。だから、知らなくても無理はない。しかも、この支店に移動してきて間もないようなので、本当に何も知らずに、あんな態度をしていたのだろう。俺相手じゃなくてもアウトだけどな。じゃあ、あの通帳と入金額って…樋口の質問に、俺は大きなため息をつきながら、あれは、孫のための積立貯金。ATM で預金してもいいけど、受付の方が実感あるなって、まあ、そんな感じだよ。後半は、少し照れくさくなって適当だったが、俺はとにかく説明した。
それで、5000人分の口座を解約したいと報告に来た部下から聞きましたが、恐る恐ると言った様子で支店長が訪ねてくる。俺は思い出したように、ああと声を上げた。今後この樋口さんのような人間がいる銀行とは、将来的に付き合いをやめた方がいいかもと思いましてね。この機会に解約について前向きに考えようかと。それに従業員たちからも違う口座にしたいと前から要望がちらほらと出ていたんですよ。もちろん俺が口座を解約すると言ったところですぐに解約できないのは俺にもわかっている。それに俺の勝手で従業員たちに迷惑をかけるなんて絶対にあってはならないことだ。本格的に事態が大きな話になっていると悟った樋口が、俺と支店長の間に割り込んでくる。なんだよ。社長ならそう言えばいいのに、水臭いな。俺たち親友だろ。確かに公私混同は良くなかったよ。でもほら、ちょっと久しぶりの再会に浮かれてふざけちゃっただけだろ。俺は失笑した。ずっと馬鹿にしていたのに、すがすがしいまでの手のひら返しだな。誰が親友だよ。俺はそんな風に思ったことは一度もない。お前は銀行員で、俺は客。ただそれだけの関係だよ。ずっと黙って考え込んでいた支店長が顔を上げる。西野様のお考えはよくわかりました。西野様が解約をお望みになる以上、私どもは従うまでです。この度は誠に申し訳ございませんでした。支店長の誠意ある謝罪に、俺はうなずいた。何度も言いますが、あなた自身は全く悪くありませんので、顔を上げてください。ああ、必要書類や資料があれば持ち帰りたいのですが、俺がそこまで言うと、樋口が俺の足元にすがりつくようにしゃがみ込んだ。同い年の男の涙や鼻水を垂れ流している顔に、俺はぎょっとした。俺、離婚した妻に慰謝料払ってる最中だし、子供二人への養育費もあるんだ。クビになったら困るよ。さらに唐突な樋口の言葉に、俺は面食らう。離婚は想像通りだけど、慰謝料って何したんだよ。俺がドン引きしていると支店長が、いい加減にしろと、本気の大声で樋口を怒鳴りつけた。お前はさっきから自分の身勝手な発言ばかりで、一度も西野様に謝罪してないな。自分のしたことを理解しているのか？銀行の信用にも泥を塗ったんだぞ。支店長の雷に対し、樋口は言い訳ばかり。これまでよく銀行員として勤められたものだ。そんな樋口の不誠実な態度に、堪忍袋の尾が切れたのだろう。お前は前の支店でもいろいろ問題を起こしてうちに移動してきたな。この件は間違いなく上に報告するが、今度こそお前の居場所なんかなくなるだろう。支店長は吐き捨てるように言い放った。どうやら樋口は移動してきてからもずっと上の立場の人間に叱られてばかりだったそうだ。特に支店長は勤務態度を改めるようにと、樋口に注意する毎日だったのだとか。大学時代の樋口を知る俺からすれば、きっと苦労していたに違いないと支店長に同情してしまう。そんな、頼むよ、西野。本当に悪かった。申し訳ございませんでした。俺、前の支店で、若い女に手を出して、それが原因で離婚したんだ。こっちに移動すると同時に、平に降格になるし、散々なんだよ。これ以上俺を不幸にしないでくれ。はあ、お前最低だな。呆れて俺がつぶやくと、支店長は、やれやれと首を振る。女性の名誉のために言うが、樋口。お前の一方的な付きまといだったと私は聞いているがね。支店長の発した衝撃の事実に、俺は思わず吹き出してしまう。お前、いい歳してしょうもないな。
何が不幸だよ。身から出たサビって言葉知ってるか、おじいちゃん。先ほど俺が樋口に言われた時の真似をしてみせると、樋口はうなり声を上げて部屋を飛び出していった。後日、樋口は銀行を解雇されたと支店長から聞いた。俺が銀行から帰った後、何を思ったのか、樋口は銀行内で物に当たり、それを止めに入った人に怪我をさせてしまったのだとか。軽傷らしいのが不幸中の幸いだが、つくづく呆れた男だ。その後の樋口は知らないが、元奥さんと子供のためだけに、せいぜい苦労すればいい。俺は結局、社員5000人分の口座を解約することはなかった。もともと簡単にできる内容じゃなかったし、何よりも支店長の誠意ある態度で思い直したのだ。少なくとも、この人なら信用できる。お考え直しいただき、誠にありがとうございます。俺が解約を取りやめると言った時も、支店長は深く頭を下げていた。俺は何気なく孫の積み立て預金の通帳に目をやる。孫はどんな夢を抱き、どんな大人になっていくだろうか。俺が通帳を孫に手渡す時の光景を想像しながら、今日も頑張るぞっと、俺は作業着に袖を通した。